イベントは鋼材加工などでを手掛けます鳥取市の会社がものづくりを通して子どもたちに達成感や愛着を感じてもらおうと開いています。今回が2回目です。会場には SDGs をテーマに県東部の7つの企業が企画しました体験ブースが設けられ、朝から親子連れが詰めかけました。マシュマロアワーって楽しいです。なんか久々にこうマスクなしで参加できて楽しかったです。なんか嬉しそうで、まだ体験してないのもあるので、はい、体験を。このほか地元で採れた新鮮な野菜なども販売され、会場は多くの人でにぎわっていました。